カカトさん、どうしたんですか？いやー、バーチャル空間に行くためにアバターを作ろうと思ったんですけど。思ったんですけど。アバターの作り方を調べてみてもよくわからなくなっちゃって、どうしたらいいんでしょう。アバターですか。どうしたらいいんでしょうね。なるほど。どうやらアバター作成について悩まれているようですね。あ、高藤さんじゃないですか。バーチャル空間で活動できるアバターを作りたかったんですけど、よくわからなくなっちゃいました。事情はわかりました。ここは生命科学だけでなく、バーチャル技術にも詳しい私に任せてください。高藤さんが教えてくださるんですね。では、参りましょう。アバターにはイラストを動かす 2D モデル、そして立体を動かす 3D モデルがあります。そうなんですね。こうしてみると2D モデルもいいけど、今回は 3D モデルのアバターを作りたいかな。では、今回は 3D モデルに限って説明しましょう。さて、作り方を説明する前に、そもそも 3D モデルがアバターを利用することにはどのようなメリットがあるのかを解説します。お願いします。はい、今スライドに表示したこの3つが主なメリットです。ふむふむ。まず1つ目のメリットは、どんな姿でも自分が望むアバターを作成できることです。どんな姿でも？例えば、現実では手に入らない服を着たり？もちろんできます。ただ、できることはそれだけではありません。容姿を変えるのはもちろんのこと、犬や猫などの動物やゲームに出てくるモンスターなど、人じゃない姿にだってなることができます。おお、それはすごいですね。自分のイメージした姿のアバターを作ることができるということですね。その通りです。アバターを通して自分を表現できるのも大きな利点ですね。さて、二つ目のメリットは、アバターを通じて現実空間では難しい表現ができることです。ふむふむ。例えば、自由に空を飛ぶなんて現実ではできませんが、アバターを利用すれば自由自在に空を飛ぶことができます。これは実際に体験しているわけではありませんが、このような疑似的な体験ができるのは、アバターを用いる利点と言えるでしょう。確かに、現実ではできないことができるようになるのは魅力的ですね。3つ目のメリットは、1つの空間でリアルタイムに感情を共有できることです。感情の共有？1つのバーチャルワールドにいろいろな人が集まって話をすれば、楽しいという感情をリアルタイムで共有することができます。なるほど。例えば、バーチャルワールドで音楽ライブを開催すれば、リアルタイムで他の人と音楽を楽しむことができますね。おっしゃる通りです。さて、3D モデルのアバターを利用するメリットについては、今回は3点お話ししましたが、これはほんの一例です。ぜひ他のメリットも考えてみてください。それでは、実際に 3D モデルがどうやって作られるのか、一緒に見ていきましょう。3D モデルの作り方、専用のソフトがあったりするんですか？はい、あります。一から作る場合は、Blender や Maya といった3D モデル制作用のソフトを利用することができます。でもどうやって作るのか全然想像できないな。基本となるのは多面体や球体ですね。
それを加工していくことで形を作っていきます。加工ですか？そうですね。例えば面を張っていって立体を作るポリゴンモデリングという方法や、粘土のように立体をこねて形を作るスカルプトモデリングという方法があります。すごい。そうやって形ができればもう完成ですね。いえ、それは早いですよ。え、そうなんですか？実際に動かす場合には、ここからさらに防音を入れる作業が必要となります。防音というのはまさに骨のようなもので、動かす部位や範囲を決めることができます。なるほど。これだけじゃありませんよ。え、まだ何かあるんですか？あとはできたモデルに色を塗ります。モデル面となる部分に色付けすれば完成です。なるほど。いろんな工程を経て 3D モデルが作られてるんですね。へえ、こんな難しい作業私にもできるかな？大丈夫ですよ。実は簡単に 3D モデルを作れるソフトがあるんです。次にそれを紹介していきましょう。簡単に 3D モデルが作れるとのことですが、一体どんなソフトなんですか？はい、今回ご紹介させていただくのは Vloid Studio というソフトになります。 Vloid Studio、 実際の画面を見た方が早いと思うので今から映しますね。まず基本的な画面はこんな感じです。おお、もう体が出来上がっていますね。背丈や体の肉付きはパラメーターを動かすだけで簡単に変更することができます。これなら私でもできそうです。あとはこんな感じで目や髪の毛の色を詳細に変えることができます。目の種類もすごくたくさんあるんですね。はい、先ほどお見せしたのはあらかじめ用意されているものでしたが、この画面のように自分でカスタマイズすることもできますよ。自分でカスタマイズか。これはどんなモデルにするか迷っちゃいますね。わあ、すごくワクワクしてきました。あとは衣装やアクセサリーなどを調整して完成です。これらについても自分でカスタマイズしたものを身につけることができます。いろんな衣装がありますね。自分の想像した衣装を着せるのも楽しそうだな。そうですね。あとはポーズを取らせて実際の動きを確認してみましょう。わあ、すっごくかわいい。これだけでも楽しめますが、モデルデータを出力すればバーチャル空間でアバターを動かすことができます。皆様もよければ実際に触ってみてください。いやー、アバターと一口に言っても様々な種類や作り方があるんですね。いろんなメリットもあるし、簡単に作れるソフトもあるなら、近い将来、一人一人が自分のアバターを持つようになるかもしれないですね。そうですね。これでアバターを作ることができそうですか？はい。とっても楽しく作れそうです。高藤さん、ありがとうございます。それでは、これから皆さんには実際にアバターを作っていただきます。先ほど紹介した Vloid Studio はパソコン版ですが、今回はスマートフォンで使用できる Vloid モバイルを使用します。おお、スマートフォン版もあるんですね。でもどんなアバターにしたらいいのか迷っちゃうな。なるほど。それでは今回は作ったアバターがどんな場面で使われるのかを意識しながら作ってみてください。よし、やるぞ。せっかくなら作ったアバターでバーチャル空間にも行ってみませんか？それいいですね。ぜひ楽しんできてくださいね。